今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日私は、つぼみぐみさんの担当のペンギンに朝のうち少し午前中入っていました。でつぼみさんと一緒にちょっと今日ねお外、寒かったんですけれども上着を着たりしてお外に出て遊んだんですね。でその時すごい可愛いことがあったのでそのことをちょっとお話しさせていただくんですけど、大縄の縄をつぼみさんでお友達が持ってきてくれて、あじゃあそれ一緒にじゃあやろうっていうことで太鼓橋のところに片側結んで私がこっち持ってじゃあみんな蛇さんだよってこういうふうにやって遊んだんです。でその上を上手に飛ぶっていう遊びだったんですけど男の子が失敗して踏んじゃったんです、その縄をね。で私がこうやってたんですけど、あっ蛇さん死んじゃったねって言ったら子供たちが蛇さーん蛇さーんって言って、でまた生き返るんですけどなんかもうこの間卒園式で年長さんは卒園しまして、あなんかこんな小さなつぼみさんもなんかそのうちもうあっという間に年長になって卒園しちゃうのかな、今こんなヘビさんなんて言ってた子たちももうなんかそんなのみたいな風なになっちゃうのかなとかって一人でちょっとこうしみじみこう感じてしまいました。今日はすごいそういう可愛い出来事があって一日すごい笑って楽しく元気に遊べた一日でした。今日はそれがすごく嬉しかったです。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。